レオ・フランコこと、レオナルド・ネオレン・フランコは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元サッカー選手、元アルゼンチン代表、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。1997年にプリメーラ・ディビシオンの CP、メリダに移籍したが、コロンビア代表のカルロス・モントーヤの過剰を崩せなかった。CP、メリダが百九十七から98シーズン、限りで、 セグンダ・ディビシオンに降格したため、1998年夏に RCD マヨルカに移籍した。1998から99シーズンはリザーブチームで過ごし、セグンダ・ディビシオン B への降格を経験したが、その後トップチームに昇格すると同胞のカルロスロアを差し置いてレギュラーポジションを獲得し、2000から01シーズンには27試合に出場して、 クラブ史上最高位の3位躍進に貢献した。2002から03シーズンにはコパデルで優勝を果たした。2004年、ヘルマンブルゴスの後継者を探していたアトレティコ・マドリードと5年契約を交わし、すぐにレギュラーポジションを獲得した。アトレティコでは、PK ストッパーとして、名を馳せ、2006年3月23日のセビージャ、FC 戦での2度の PK ストップや12月2日の、 レアルベティス戦の2度の PK ストップなど2006から07シーズン終了までに7度の PK ストップを記録している。2007年夏には AC ミランから元イタリア代表のクリスティアン・アッピアーティがレンタルで加入し2008年夏にはオリンピックリヨンから元フランス代表のベテラン GK グレゴリー・クーペが加入したが 鋭い反応と豊富な経験でポジションを死守した。2007から08シーズンはリーグ戦で4位に躍進し、2008から09シーズンに出場した UEFA チャンピオンズリーグではベスト16入りに貢献した。2009年7月1日、契約満了に伴ってアトレティコに別れを告げトルコのガラタサライ SK に移籍した。モルガンデ・サンクティスの後釜として、 リーグ戦26試合に出場したが、シーズン終了後に双方合意の元契約を解除した。2010年7月17日に赤金ゼロで、レアルサラゴザに2年契約で加入。スペインに舞い戻った。8月29日のデポルティボラ・コルーニャ戦でデビューし、その試合を無失点に抑えた。その後は、トニド・ブラストのポジション争いが続き、 最終的には23試合に出場した。2011から12シーズンになると、ドブラスは移籍して、ロベルトヒメネスが加入し、彼が、政治家系に据えられた。結局、このシーズンはロベルトが、全38試合に出場したため、控えに甘んじた。1997年には、U-20 アルゼンチン代表として、 マレーシアで開催された FIFA フフワールドユース選手権に出場し優勝を果たした。2004年にアルゼンチン A 代表デビューした。2006年5月6日 U-20 アルゼンチン代表時代の恩師、ホセペケルマン監督によって 2006FIFA ワールドカップに出場するアルゼンチン代表メンバーに招集された。本大会ではロベルト・アボン・ダンシェリの控えを務めていたが、 準々決勝のドイツ戦でのアボンダンシェリーの負傷を受けて後半途中から急遽出場し PK 戦の末に敗れた。リーグ戦では PK ストップに自信を見せていたがこのドイツ戦では一本も PK を止めることができなかった。2018年7月より s d ウエスカの監督に就任した。ありがとうございます。